とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備使っていきたいと思います。はい、スポンジ、ストライカー。以前使って、これ最強だよっていうのをご紹介したんだけども、どうしてもね、痛みサイクルを入れると安定しないのよ。 HP がゴリゴリ減って、なんでボスとの対マンの時でしかね、ちょっと使ってなかったけども、これをつけるといいよってのを教えてもらって、つけたところめちゃくちゃ安定した。それが弓の流れ込む魂だね。この弓についてる流れ込む魂ですごく安定します。うん。で、さらに、マルチショットとダイナモがついたので、まあ、緊急時に、弓で、普通の矢を撃つと、緊急回避にもなるんで、めちゃくちゃいい。まあ、できればね、黄金スキルで、無限がついてほしかったのよ。無限がついてほしかった。でもまあまあ、そこはね、いいとしましょう。全然いい。このマルチとダイナモと流れ込む魂、これがついてくれただけで、全然嬉しい。まあ、マルチよりも無限の方が良かったのかな。でも全然いいですよ。全然 OK。うん。まあ、あとこの防具ね。防具も、できれば、クールダウンが一つ欲しい。一つ欲しいところ。うん。ライフブーストいらないから、クールダウンだったろうね。まあ、なかなか難しいよね。で、スポンジストライカーは、攻撃スキルはもう痛みサイクルだけでいいのよ。痛みだけでいいから、あとを、まあ、補助的なやつが欲しい。まあ、輝きがついてくれたので、よかったね。もう一つをね、そうね、重力とかがいいかな。重力。まあ、弱体化もいいかもしんない。重力は絶対欲しいね。うん、それぐらい集めてくれれば嬉しいんで。まあ、とにかく、どんな感じで安定してるのかお見せしましょう。古代狩りに行きます。では、行きましょうか。チェスト25、シークレット2。まあまあまあ悪くないんじゃない？行きましょう。はい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 。痛みサイクルついてるけども、HP ほら、減らないでしょ。痛みサイクルがついてると、もうほんとゴリゴリゴリって減っていくんだけども、それがないから、むちゃくちゃいい。はいはいはい。で、弱点がね、これクールダウンがついてないんで、キノコを使った後、切れた時に、8.5 秒ぐらい、ちょっとね、攻撃速度が遅くなる時があるのよ。その時を、このダイナモの普通の矢、これでやり過ごせば、全然いいね。うん。これマルチで出てきた時は、もうかなり、殲滅力が高いんで、いいよね。あー、おー、危ない。ギリギリやったな。でも HP 全然減らないよ。うん。さらには、この防具には、ポーションバリアもついてるんで、危なくなった時は回復して、やり過ごすこともできる。うん。まあ、危なくなることね、そうそうない。囲まれたとしても、この、普通の矢でも対処できるし、攻撃でも対処できるんで、まあ、なんでも来いみたいな。状態です。じゃあ、むちゃくちゃ強くなったな。まあ、あとはね、この装備が、多分、俺の中で今ナンバーワンだから、まあ、この上位互換を、スキルを狙って出していけば、もう間違いないよね。じゃあ、いや、ほんとね、流れ込む魂、素晴らしいね。流れ込む魂は素晴らしい。うん。弓にこれがあるってのもね、思いっきり忘れてたね。ここまで安定するものかっていうぐらい、安定力がすごい。じゃあ、やばい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 。ちょっと苦手なやつが来た。あのね、これって、トゲがついてると、ダメなのよ。トゲのやつをとにかく、この苦痛の矢で、なんとかしていこう。そうそうそう、そのための苦痛の矢でもあるんだよ、これ。トゲ食らうと、もう2発で死んじゃう。
感じなんで。うわ、やばかった、もう。やばいな、これ古代人おらんかも。数字的にはね、結構いそうな感じだったんだけどな。全然いない。しかもあと1回しか死んじゃダメとかね、なかなか厳しいよ。うん、ひょっこりね、この教習イベントとかで、ひょこっとこう、トゲを持ってるやつが出てきた時とかが、マジで死ぬからね。即死だもん。よしよし、なんとかここはいけそうだな。じゃあ。いや、ほんとね、バランス的には抜群だよ。あ、でもやっぱ、クールダウンは欲しいな。クールダウンはむちゃくちゃ欲しい。あれがついてればね、もうほんと最高なんだろうけどね。あれついてればマジ最高なんだけど、なかなか難しいね。いや、古代人ちょっと、まあ、期待して待っときましょう。これはやばい。この奥になければ、もうないわ。いや、あるでしょう。で、あれだね。ちゃんとトゲはないかを、しっかりと見極めていかないと、あと一回死んだら終わりだからね。マジ注意。マジで注意。おお、強いね。お、クリーパーこれトゲついてるじゃん。危ねえ。お前だよ、危ないのは。うん。トゲクリーパーは、ちゃんとこのね、普通で、やっつけていかないと。あー、なかった。マジかよ。いや、なかったね。いや、絶対一個あるかなと思ったんだけど、今日なんかね、調子が悪いんだよね。全然出てくれない。ちょっともう一周行って、古代人の動画、一回挟みます。こんな感じでした。ここなんだったっけ？古代の恐怖だったっけ？古代の恐怖だよね、多分。行きましょう。しゃあ。おお、英雄。やった。おい、安定する。気持ちいいねー。はい、こんな感じです。まあ、まだ俺やってないんだけども、編集でなんとかしますね。商人見てみましょう。あ、待って。あ、そうかそうかそうか。危ない危ない。商人を見るときは、これはね、絶対忘れちゃダメなやつだね。幸運付きを装備してから見るっていうこと。あれ？ないぞ。いや、あるはず、あるはず。あったあった。見落としてたな。まあまあ、とりあえずピグリンアーマーが出てる。いりません。勇者アーマー。あー、いらないね。エビクロ、斧、いらない。グリム。最悪俺、グリムでもね、いいかなとも思うんだけど。いやー、やっぱりウィザーか。ウィザーがやっぱり一番いいね。おっと、愛のスペル棒。微妙。いらない、いらない。はい。まあ、ということで、今日はこんな感じでした。いや、1回目ね、古代人出なかったんで、結構残念だったんですけども、まあまあ、道中見てもらえれば分かったんじゃないですかね。もう、この最強装備。スポンジストライカーの痛みサイクルで安定してクリアしていくことができました。まあ、ただ、トゲが出てくると死んじゃう。なので、トゲ対策としてこのね、ダイナモ靴、これがあれば、まあ、なんとかやっていけます。はい。これはなかなかいいので、これの上位互換装備っていうのを集めていきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。